ニャーナチャンネルご視聴ありがとうございます。本日は仮面ライダーセイバーソードブック3&仮面ライダーゼロワン、こちらの方からアバドンですね、アバドンのボディとアーマーをたくさん買いましたんで、一つぐらいちょっとペイントしてみたいと思います。さあ、こちらの方でペイントするということで、中身の方出していきました。まずこちらボディですね、こちらがアーマーの部分ですね。まあアーマーは少ないんですけどね、こちらのボディの方も、ボディの方結構ね、やってみて気がついたけど結構大変でしたね。やっぱシールハットが簡単だったか、まあそれはしょうがない、まあやるって決めたんですから、まあやっていきましょう。これがまずボディの方ですけど、まずはベルトですね。ベルトの帯の部分をシルバーにするのと、あと腕のね、このパイプになってる部分ですね、まずは帯からいきましょうか。シルバーのペイント、私一応筆でもなければスプレーでもない用紙です。私が使うのは用紙を使って、あんまりね、メリットはないんですけど、なんか一応これでやっていきたいなと思ってやっております。まあ最終的にあの他のもので修正もするんですけどね、出来上がった感じがこんな感じですね。シルバーでシールは貼らずに塗りました。でこのね、本当はグレーなんですけど、グレーというよりはちょっとあのツヤのないシルバーのペイントを使って、ももの部分ですね、あと足の部分も同じ色で、塗っていこうかなと思ってますんで、これからやっていきましょう。さあずっとこれやっていくわけで、あのやっぱなんか固定してないとね、手が汚れたりあとブレたりしてしまいますんで、こんな感じで、両、これ膝の部分ですね、膝すねの部分、あと膝、あの膝ですね、膝はあの黒いマジックでまず縁取りの方を取ってからマジックペンで塗っていきます。なんか爪のマニキュアみたいな形に、ね、ツヤ出てしまいましたけど、こんな感じで出来上がりました。さあ今度はあのももの横のあの黄色い部分ですね、ゴールドで塗って、このゴールドのね、あのパイプみたいなところですかね、あの劇場でいうと、これだとまあ一つの飾りみたいな感じになって、あーちょっと、ね、すいません、まああの結構カメラ見ながらやるって大変ですよね。完成しました、こんな感じです。一応一生懸命やってるというのは分かると思いますが、ももはめてみました。で、あのシールって前の方しかないんですよね。ですから両方ともペイントにするとこういう形になります。さあ次アーマーですね。アーマーの部分いきましょう。今回ノーマルでいくんでね、右肩はノーマルの、ショルダーというか右肩を使っていきます。で今のところここをね、やっぱ背中のラインがね、足らないのがちょっと残念だと思ったんで、これを塗っていこうと思ったんですけど、あ、気がついた私ちょっとペイントするとこ一つ抜かしてたな完璧じゃないんですけどね、まあ一応目立ったとこだけ今回ペイントということで一応ご理解いただいて、またもしご指摘いただける、ごコメントなどいただけたらいろいろ言ってもらえると嬉しいんですが、なかなか冷静にね、計画持ってやればいいんですけど、もう見切り発車でいつもやってるもんですから、こういうこともね、これはもうマジックペンで書いた方が早いと。だからせっかくこういうね、あのスタンドで固定しながらつけられるということなので、ゆっくりゆっくりちょっとこれスピードをなして、普通のスピードでやってみました。はい、完成です。そうそう、この部分ね、おっとっとっと、汚さないでやると結構大変です。はい、塗りました、完成です。じゃあその間にね、このね左の胸郭、あの胸椎の部分とでも言いましょうか、このパイプのとこにノーマルのゴールドのパイプの色を入れて、あと背中ですね、背中とサイドもこれ本当は金色必要だったんですね、どうしても見落としが違うところが多いんですけど、やっぱこうペイントしていくとね、なんか少しはリアルな感触があっていいなと思って、あのパンフレットの後ろ、見てるとそのアバドンの後ろ姿が映ってたんでね、ああここにペイントするんだなって気がつきながら、劇場を見てるとね、あの内容に夢中で結構気がつかないんですけど、パンフレットを見ないと分かんないですね。今右肩、あのシールを貼らないでマジックペンでやりましたけど、急いでやるとうまくいかないもんですね。でもこんな感じでできました。後ろもパイプのところ、金色を入れましたね。では早速装着していきましょう。まずはヘッドですね、ヘッドとあと左肩をつけて、なかなか私もはめるの下手なんでね、すいません、ちょっと時間かかりました。で
問題で右肩です。右肩セット、右肩の方が結構難しいんだけど簡単にできました。はい、フロント部分ですね、アーマーのフロントをつけて、あと背中つけて、完成します。はい、後ろ行きましょう。後ろも跳ねました。さあこれで完成ですね。できました。ペイントしましたアバドンです。ペイントしてないものと比べていきましょう。こちらが、隣にあるのが、こちらが一応ペイントしたアバドンで、こちらがペイントしてないシールで完成したアバドン。やっぱりね、いろいろ皆さんどういうお気持ちで見てるか分かりませんが、私は一応ペイントしてよかったと思ってるし、シールもあってよかった、比べがいがあっていいなと。あと後頭部ね、塗ってなかったんで後頭部塗りました。後々気がついてね、あここも足んない、あそこも足んないと思ってやってますけども、こんな感じで完成です。いかがだったでしょうか。今回アバドンたくさん買ったんで、ペイントしてみたという動画でございました。チャンネル登録、高評価、コメントぜひともよろしくお願いします。今日はちょっと時間長めの動画でした。